2リッターと 2.2 リッターどっちがいいんだっていう話になると思うんですけども、普段使いが多くて、街乗りが多い方は AP2 がいいんじゃないかな。やっぱり排気量が多い分トルクもあるし、若干ファイナルが下がっているので、まあ、乗りやすいと。ただサーキットでガンガンこれからやっていきたいなっていう方に関しては AP1 で9000まで回った方が非常に楽しめるものですから、 AP1 のできるだけ、新しいモデルを選んでいただければ、まあ、一番ベストかなと思います。まあ、ノーマルでも行きやすい場所というと、このクラッチの、レリーズのシリンダーが意外とオイルがこの、まあ、中の部分で漏れちゃったりしてるパターンが多いですよね。意外とこれ気づかないんですよね、ブーツの中でこう。中でってことは外に出てこない、まあ、初期段階だと出てこないので、まあ、ここまで垂れてきちゃうともう明らかに切れ不良が起こっているような状態になっちゃってると思いますね。意外と傷みやすいのがやっぱりこのサスペンションのこの後ろ側の、まあ、これはあのピロンになっちゃってますけども、はい、あのゴムブッシュが要はサスペンションの動きに対して縦にブッシュが止まっているものですから、車高を落としちゃうとこのよじれ、なんていうの、よじれた状態がずっと続いてしまうので結構傷みやすくって、あとここでキャスターを調節しているのですごく傷んでしまうとアライメントが正確にだんだん出なくなってきてしまいますね。その辺がちょっと結構アライメントがちゃんと取れないっていう車は要チェックですね。どうしてもドライブシャフトがよくトラブルの原因になりますね。で皆さんこういったあのスペーサーなんか入れて、対策して見えますけども、結構頑張って走ったらまず皆さんまず一番最初に来るのがこのドラシャー周りのトラブルか、あとはデフのトラブル。一番多いのがこのインボードの中にベアリングが入ってるんですけども、要はそこのベアリングの常に同じような位置で当たっちゃうものですから、その当たるところがこうなんていうんだろう、削れたようになってしまって引っかかって、イオンがゴト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 するっていうのがもうほぼ8割。回すとブーッという唸るで、なんか踏み具合によっては消えるっていうのは大抵ここが怪しいですね。見た目の症状的には、まあ、見た目は分かんないです。分かんない、はい、で意外とすごい音出ててもバラしてみても、はい、そんなに壊れてるわけじゃないので、本当にちょっとしたこうえぐれといいますか当たりの悪さで出ちゃう症状なので、ただもうそうなってしまったらもうここ交換しかしょうがないですから。なるほど、はい、片側、まあ、新品買ってしまうと4万後半ぐらいで、ここだけ買えるとまあ半分ぐらいですよね。ただまあ半分といえどもこう部品単品で来るので、まあ結構走ってる車でしたら丸ごと交換してしまってもいいんじゃないかなと。なんかリビルトみたいなのはないですか？ありますよ。あります。そういうのは各社メーカーさんから出ていると思いますので、はい、そういったものをうまく使ってあげてもいいですし、かなり値段変わりますよね。半額以下だと思います。新品の方がいいですけども、やっぱりあのご予算とあれ次第で、リビルトが決して悪いわけでもないので、はい。ただやっぱこういう強度的なものから来ているものですから、できれば新品を使ってあげたいですよね。ビルトもそこが全て新品になっているわけではないと思うので、はい、デフもやっぱり容量的にギリギリの設計になってますから、結構ガンガン乗っちゃったよっていう方だとトラブルがよく出ます。あとオイルの量が、1リッター入らないので、意外とここのデフのイオンって乗っててもわからないんですよ。でも実際すごい温度になってますから、バラしてみるとあやっちゃったねっていうのがよくあるので、ここもまめにオイル交換をしてあげるのと、まあ、あまりこの負荷のかかるような連続走行は避けてあげることがこういったトラブルを防いでくれる一番の解決策だと思います。中のピニオンギア、はい、それを中にこうスペーサーが入ってて、両側からのこうベアリングのそこであの厚みを調節してるんですけども、純正だとこう潰れて若干しなるタイプのものが使われてて、ハードに使っちゃうとそこで潰れしろが変わって、ベアリングへのプリロードが変化しちゃって、こう中でギアそのものが踊ってしまう。
でその結果デフが壊れちゃうっていうパターンがあるので、まあ、バラす機械があればそこはもう潰れないタイプのものに SIM で調節するものにしてあげると、そういったあの踊るトラブルはかなり防げるので、まあ、そういうデフを組むファイナルを変える機械があればそういったものを使ってあげることと、やっぱあとはやっぱオイルがすごく肝なので、極力あの走行状況に応じていいものを使ってあげるしかないですよね。もう本当にこの歯が折れちゃうとか欠けちゃうというトラブル以前にも、当たりの強いところがこう持ってかれちゃうピッチングっていうんですけど、そういうのがこの歯の表面に起こっている車が非常に多いので、そういうことが起こっているイコールもうオイルが本来オイルとしての機能を果たしてない温度まで油温を上げちゃったよっていうことなので。これ大容量タイプとかないの？ あります。大容量にしてあげればやっぱり油温がやばいところまで到達するまでの時間は稼げますから対策にはなりますね。ただここに箱がつくのでここでジャッキアップできなくなっちゃうっていうのがちょっと、はい、どうしてもあの S2000、うん、車高が皆さん低くて、うん、まずここのジャッキアップポイントにそのままパンダジャッキが入る車の方が少ないので、あ、それめちゃくちゃ不便ですね。ここにデフをそのものを止めてるブッシュが後ろに2つと前に2つあるんですけども、今ちょうどこの赤の、わかりやすくていいですね、はい、これはあの動きをこのカラーで止めちゃってるんですけども、これも稀にこっち側が中に液体が入ってまして、で穴が開いて液体がにじんじゃってる車がたまにありますから、まあ、そういったのもパッとこう後ろからここを覗いてもらえれば大抵目視で分かるので、この辺が妙にベタベタしてるなっていうのはもうちょっとどっちかが終わっちゃってるっていう。ベタベタしてくるんですか？あの中から出てくるんですよ、なんかこの、はいはいはい、じゃあなんかこの辺に滴った跡があるとかは、まあ、もう完全に終わってますね、はい、汚れてるなっていうのはまあダメだ、はい、うん、ミッションもあの足出ないですから壊しちゃうと結構厄介ですね。たまにあの S2000 特有の症状なんですけど、サーキット走った後に固まってしまうという、どこか入りっぱなしでこうロックとかにこう入らなくなる、入んなくなっちゃ う、あるいは入ったものが抜けなくなっちゃうとかで、強引にこうバキバキバキってやってると、まあ、治るんですけども、治るんですただあれもこう多分操作系の油膜切れが原因だと思うんですけど、一応あのミッションの中にオイルポンプが入っててミッションオイルをこう循環させてるもんですから、まあ、循環そのものは問題ないと思うんですけども、やっぱりあのミッションオイルの量が2リッター未満 1.8 ぐらいかなしか入らないので、どうしても油温が上がってきちゃうとそういった症状が起きやすいんですよね。それ対策部品とかは？対策はちょっとないんですよね。あと例えば前期のミッションとか後期のミッションとか、そういうのはない？前期と後期であのいわゆるシンクロと呼ばれているものが違ってまして、うん、まあ、あのこれも好みなんですけど、基本的には後期の方が何て言うんだろう、より強化されてるんですが、前期 あのガチャって入る感覚が好きっていう方も見えるので、まあ、それは、うん、フィーリングで決めてもらって全然問題ないと思います。あと S2000 特有でここに要はファイナルがもう一個この中で入ってまして、ここで一回減速させてまたデフで減速させてますので、でこの中に入ってるミッションファイナルが2種類ありますから、こっちで合わせきれない時はここで微妙な調節ができますので、すごくこだわる方は組み合わせで最終的にギア比が決まりますので、その辺やられる方もぼちぼち見えますね。前回りで言ったらよくアッパーアームの付け根の剥がれですよね。もうこれは一度剥がれてガセットで対策しちゃってますけども、おお、こんなに立派なものじゃないんですよね。純正はもっとこうなんて言うんだろう、そうですね、 L 字のブラケットが出てるような感じで、はい、分かったのがついてる、はい、本当にメリって剥がれちゃうと正直もう二度と元には戻らないので極力早い段階で対策をしてあげた方がいいです。例えばアライメントを取った時に左右のズレが大きい、もしくは、思った数字が出ないってなったら、まずここをチェックすべきですよね。で本当に剥がれちゃう前にこう純正なんで
あのシーラーが打ってあるんですけども、そのシーラーにひびが入ってるとか、もうこう開いてきてるようなものがあれば、一度それもはぐってチェックするか何かした方がいいですよね。鼻からこうして固めちゃうのも一つの手ですけども、うん、これ固めてもらうのって、はい、部品代がですね、5万円ぐらい、うん、あとどうしてもこれ全部割らせて溶接止めますから、うんうん、まあ、工賃でまた同じぐらいかかっちゃいます、うん、でも左右で10万、そうですね、はい、剥がれちゃってから修理するよりは、剥がれた時にはフェンダーもえらいことになりますからね、ホイールも、はい、下手するとダンパーとかもビチビチになってっていう可能性がありますよね、はいはい、でこれもやっぱり年式を新しい方がちょっと強化してあるので、一番初期の方がやっぱり一番要注意ですね。一番溶接も少ないし補強もされてないので、あとはみんな最近タイヤサイズがどん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 太くなってきてるの、まあ、その辺も入力が大きくなってて、そういうことにつながる原因としては考えられますけども、あとなんかロアームも、はい、あのこれはもう本当にあのサーキットでガンガン走られてる方限定と思っていただいた方がいいんですけども、ロアームがこのちょうど首から折れるというケースが、ちょうど折れたものがあるんですけども、まあ本来こういう風についてるわけですけど、ここから見事にでこれある日突然当然やってきますので、こうなってしまうと運が良くて、これ予兆ないですよね。ないです、うん、でこうついてる時はこう いくら下から見ても正直わからないので、うん、はい、かなりこれはちょっと対策のしようがないんですけども、太いタイヤを履いてサーキットアタックをやってる方は、まあ、何年に1回交換するとか、うん、された方がいいかもしれないですね。実際ここにタイヤがついてるのとレバー比があるので、ここでショックついてますから、はい、ここに無理な力がかかっちゃうのかもしれないですよね。これがアライメントを取るためのカムボルトになってまして、はいはいはい、これが回ることによってこのセンターがずれてアームを押し出す、あるいは引っ込めるということでアライメントを取るんですけども、はいはい、左右にこのプレートが当然ここでこうストッパーになってて回るんですけど、結構ガンガンやられてる方でこれが開いちゃってる、そうするとやっぱりどうしてもアライメントの時に、きれいに数字が出なかったり調節しづらい、あとは中がこう動くようになっちゃって中が長穴になっちゃってるとか、まあ、そういったこともちょくちょくありますので、まあ、大きな逆に事故をしてもなる場所なので、これから変われようとする方はこれも後ろからこう覗けばすぐ見えますので、まあ、この辺がきっちりしてるかどうかってパッと見て判断できますから、きっちりしてるかどうかっていうのはダメになってくると、これがここが隙間が出てきますね、こう開いちゃうので無理な力がかかると、もうこれ直そうと思ったらメンバー変えるしかないので、はい、はい、でメンバーが、はい、電気工機ありますね、そう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 、はい、あれはどうなんですか。僕は後期メンバーの方がいいと思います、うん、このアッパーアームがついてる位置とアッパーアームそのものも違うんですけども、はい、それによって何が違うかって言いますと、これ、サスペンションがずっとストロークしていった時に当然、タイヤの角度といいますか等変化が起こるんですけど、後期メンバーだとこれがずっとタイヤがストロークしていった時に等の変化がほぼゼロの状態でこうタイヤが、まあ、キャンバーはついていきますけど変化していきますので、すごく癖がなく乗りやすいので、やっぱり後期の方が、前期は後期イン、あの結構インに入っていてすごくクロート好みなんですけど、ぐーっとこらえた後にプッと来ることがあるので、特に初心者の方が頑張って乗った時にちょっとヒヤッとする場面が、それであの最初のうちは怖い怖いって言われてた原因はまあそこにあると思うんですけど、まあ本田さんも対策してきてるので、やっぱり後期メンバーの方が全然安心して乗れて踏めるので、僕はそっちの方がいいかなと思います。ちょっと頑張って走ってる方だと意外とこのフロントのブレーキキャリパー、はい、これが開いちゃって、うん、特にあの待ち乗りしてる状態でローターを見てもらうとこれぐらい当たってるんですけど、内側半分当たってないとか、これは当たってますけども、この辺がサビが残っちゃうという風になったらちょっと疑った方がいいですね。なるほど、うん、そういくらだったら
まあ、こう全面ほぼ綺麗にサビが取れた状態になるはずなんですけども、ね、ここからここまで全部パッドが当たって、はいはい、常に掃除されている状態であると、うん、でも軽く街乗りで踏むぐらいの状態だとどうしてもここが残っちゃうとかなってきたらちょっと疑った方がいいと思います。S2000 の場合はよっぽどでっかいキャリパーをつける方は少ないの で、 そうです、ね、まあ、あのコースに応じてそのパッドを選んでいただいて、あとローターはどうしても消耗が激しくなるので、あの純正をまめに交換されてもいいんですけども、長持ちをさせたいというのであればやっぱ無限さんから出してるあの逆ベンチのローターなんかが同じ使用状況でも純正の倍近くの耐久性ありますので、サイズ一緒なんですか？サイズ一緒です。なのでノーマルとポンと、これも確か無限だと思いますけど、はい、まあ、金額も倍で持ちも倍なんでコストパフォーマンスはいいかなと。ローターのサイズとかを変えてる人ってあんまりいない？いや、そうでもないですけども、そうですね、うちも、まあ、一応キットで出してますけど、うん、大きくして、うん、ノーマルのこの肩持ちじゃなく太鼓ピストンのものをつけてあげれば、ブレーキのキャパとしては上がるので、同じ使用条件だったら当然今までよりもそのキャパが上がった分長持ちしますし、あとパッドの材質をワンランク落としてもし使うことができれば当然その方がコントロールもしやすいですし、いろんな面で、いいので、あんまりその純正のサイズですごい強いパッドを使わないと僕合わないんだよねっていう方はもうフロントそのものを大きくしてしまうのも一つの手だと思います。ただあの前後バランスが狂っちゃいますので、その辺はリアのパッドをまた交換して、合わせてあげないといけないかなという感じになりますね。ハブベアリングが非常に行きやすいといいますか、トラブルの原因として多いので、まあ、ジャッキアップもし、する機会がありましたらタイヤのこうやって上下を持っていただいてこう揺していただくと、でカコカコという感じがしたらもうガタが出てる証拠なので、もうそしたら早め早めの交換をしていただいた方がいいと思います。